9月16日第5巡回区連邦控訴裁判所は大手ネットビッグテックによる言論規制について彼らにそのようなことをする権利はないとする判決を下しました。これは私たちネット民にとっては非常に大きな意味がある判決ですね。少し前まではネットでアカウントが停止されてしまったなどというとバカなことを言い過ぎたんじゃないのとか変な写真貼ったんでしょうとか冗談半分に受け取られていましたが、現在はもうよほど感覚の鈍い人でなければインターネットは何か変だということは多くの人が分かっていると思います。アカウント停止された人の中で世界で最も有名なのはアメリカ共和党の中心人物トランプさんですが、あの人は過激だから仕方ないんじゃないと思う人でもツイッターでアカウント停止になるのはいつも共和党の人ばかりで、民主党の人はどんなに過激なことを言っても停止にならないと知ればそれは変だとわかるでしょう。それじゃあ一つの党だけが有利になる、社会主義と同じだろう、こんな言論規制はダメだよと、フロリダ州はネット大手による言論規制を禁止する法律を作り、規制に対して罰金を課す。この法律をデサンティス知事が7月から実施する予定でしたけれども、第一巡回区連邦控訴裁判所の判事がフロリダのこの法律は憲法違反であるとして実施を差し止めてしまいました。しかし今回はテキサス州が可決した同様の法案に対するネット業界からの異議申し立てを第5巡回区連邦控訴裁判所の判事は3対0の全員一致で却下、テキサス州の法律を支持しました。テキサス州の法律では大手ネットによって不当な検閲があった場合、検閲を受けたユーザー本人またはテキサス州司法長官のいずれかが大手ネットを訴えることができます。今回の裁判所のアンドリュー・オルダム判事は、企業が憲法修正第一条に基づいて自由勝手に検閲ができる権利を有するという解釈を否定すると言いました。これはどういうことかというと、憲法修正第一条というのは一般的には言論出版の自由を守るものと言われていますが、この憲法ができたのは今から230年も前なんです。ですから当時は言論出版の自由というのは本を書いたり新聞を出したりする自由のことでした。ネットなんかなかったですからね。なのでこの憲法の言論出版と言っている中に今の大手ネットも入れてしまうと、大手ネットを規制する法律を作ること、つまりフロリダやテキサスのような法律を作ることは条文通りに受け取れば憲法違反になってしまいます。民主党やビッグテックや前回の第11巡回区連邦控訴裁判所はそういう理屈でネット大手の検閲は自由だと言ってるわけです。しかしそれでは一般の人の言論の自由を大手ネットが奪っても OK ということになってしまいますよね。これはおかしい。なので今回の第5巡回区連邦控訴裁判所の判事さんたちは、憲法修正第一条をそういうふうに解釈するのは間違いだと言ってるわけです。憲法の精神から言ったら一般の人の言論の自由をこそ守れよということですよね。230年前の憲法の文章を自分たちのいいように解釈して検閲を合憲とする大企業や民主党のやり方は、こうやって彼らが民主主義を壊していくのだといういい見本だと言えますね。今回のテキサス州の勝利をあの人たちが黙って見てるわけはありませんから、おそらくこの件は連邦最高裁判所まで行くでしょう。戦いはまだまだ続きますが、頑張れテキサス、頑張れ民主主義。黒森峰夫でした。